今日も待ちに待った時間がやってきました。まもなくスタジアムでは選手たちの意地と意地がぶつかり合う勝負が繰り広げられるでしょう。サポーターから上がる大歓声がこの独特の雰囲気を演出し、応援が最高潮を迎える頃には試合の体勢が消しているかもしれません。注目の一戦も EATV がお送りします。激闘を制するのはどちらか、 EATV でご覧ください。サッカーを愛する皆さん、こんにちは。スタジアムにこだまするサポーターの歓声をお聞きください。これだけの声援があれば選手たちは今日も素晴らしいプレーで応えてくれることでしょう。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。ご覧いただくのはクラブのこの一戦。いいボレーでしたが枠に行きません。素晴らしいキックでしたが、さすがにコーナーを狙うのは厳しかったと思います。このボールはスローイン。ここはボールをキープ。
ディフェンスをものともしません。ここで攻撃を止めます。インターセプトしました。ルーニー、こういう選手が注目を集めるのは当然でしょうね。堂々の存在感です。どこからでも正確なクロスを上げてきます。特にアーリークロスがいいですよ。ロブパスで裏を狙います。ボックス内へ入れてきた。ボールをクリアしました。ディフェンダーのインターセプト。どこまでドリブルするのでしょうか。トルン、デフォー、ルーニー、取り返しました。タッチラインを割りました。スローインです。ボールは相手に、奪い返せるか。これはいい位置でカットした。ボールをクリアしています。どうだ。ここはレフェリーがファールの笛。危ない場所でのフリーキックです。まだ攻撃を断ち切れない。クロスはブロックされました。高いボールが上がります。そこで取られてはいけない。思い切って打ってきましたが、わずかに精度を欠きました。横にそれたんですね。ただ入ってもおかしくないシュートでした。ボールを外に出してしまいました。これはどうしたんでしょうか。デフォー、トルン、ルーニー、デフォー、高いパスが味方に通りません。このパスは通しません。いいボールが出ました。このクロスはキーパーがかろうじてキャッチしています。ポゼッションが相手に移ります。仕掛けてきました。チャンスになりそうです。相手が触ったのでスローインですね。デフォー、
かなり押し込まれた位置でしたがうまく対応しました。ここはドリブルで前に出ます。ここはホイッスルが鳴りました。カードが出るでしょうか。クロスボールが入った。ここは一旦クリアしました。デフォー、縦に入れるタイミングを伺っているんでしょうか。オフサイドフラッグが上がっています。明らかにラインを越えていましたね。ジン、ここはよくスペースが見えていました。これは PK の判定。不用意なファウルで相手に勝ち越しゴールのチャンスを与えてしまいました。レフェリーが選手に注意を与えています。緊張はあったと思いますがしっかりペナルティーを決めました。デフォー、アディショナルタイムが1分追加されました。クロスがゴール前。前半が終了しました。ハーフタイムです。さて後半がスタートしました。1点も追いかけるオールドボーイズ、ここからの反撃が期待されます。ドリブルでボールを前へ。素晴らしい視野です。クリアして危機を出しました。ディフェンスが冷静に処理します。トルン、弧を描くようなパスです。スルーパスを出した。キーパーの見事なセーブ。近距離からのシュートに見事に反応しましたね。コーナーになりました。追加点のチャンスです。ディフェンダーがボールをクリアしました。ここでボールを取り返しました。ゴール前、期待も高まります。トルン、ここはしっかりクリアしました。絶妙なパスが出ました。いいところに通りました。打った、決まった。これでリードを2点に広げました。どうだ、ブロックで対抗。いいディフェンスです。ここは大きくクリアしました。
ここはタックルで相手を止めます。主審はプレーを続行させます。アドバンテージを取ったようですね。高いボールを裏に出します。ゴール前にクロスが入ります。一旦クリアしましたね。ディフェンダーのインターセプト。レフェリーが両手を出してプレーオン指示します。レフェリーは一旦プレーオンと指示していましたが、ここでファールを取りました。タックルでボールを取り返します。ドリブル、パス、選択肢は一つだけではありません。ゴールキックになります。ちょっと意図の見えないクロスでした。ルーニー、ボールを運びゴールに襲いかかります。このパスはわずかにタイミング合わなかったようです。相手ボールのスローインです。走り込んだ味方に合わせました。期待の持てる展開にも見えましたが、ここまで。デフォー、見事なインターセプト。通っていればかなり危ない場面でした。ルーニー、ボールを失ったのはオールドボーイズ。カウンターのチャンス、仕留められるか。トルム、おっとここでパスカット。トルン、いいボールでしたがここはクリア。ここでなんとかボールに寄せてきました。さあカウンターを仕掛けるか。サイドが空いていますね。狙ってきた。キーパーからのボールは相手がカット。ルーニー、レフェリーはアドバンテージを取りました。プレーを止めません。ファーサイドの選手に渡ります。クリアして危機を出しました。ボックス内へ入れてきます。この位置でカットした。一旦クリアして危機を出しました。これで1分アディショナルタイムが追加されます。このロブパスは通りそうです。試合終了のホイッスル。アウェーチームはこの一戦に敗北してしまいました。今日は選手たち